はい、どうも皆さんこんにちは、関でございます。慎太郎でございます。本日ですけれども、はい、サムネにもあった通りですね、鯛を下ろす、そして、そのを作りにしていくというところまでの動画にしようかなと思っていて、僕はね、鯛はね本当に大好きなんですよ。で、基本の木だなって思っていて、なのでやっぱり基本に変えてですね、いろいろとお話できればなというふうに思っております。今日のね、動画の最後のエンドロールにはですね、りんたろー君せっかく1ヶ月ちょっと入ってくれたということなので、まあまあ我々がどんな風にいつも仕事をしているかなんていうのをね、よかったら聞いていただければなと思っておりますので、ぜひ本日も動画の方最後までご視聴よろしくお願いします。はい、それではですね、淡路の天然鯛でございますね。生け締めになってますね。生け締めはここでね、骨を落として、頭の方はここに包丁を入れて、神経を切って生け締めにしている状態ですね。で、血抜きしてっていう状態です。で、まあ僕が買い付けする時のイメージとして、やっぱもちろん重要なのは身の張り、この前もまあ一緒になるんですけども、身の張り方と尾っぽのこの太さ、あとは目の色、この辺の輝きとか。でもちろん生け締めなんで、エラはもう確実に真っ赤っかり、なっていますね。で、タイの、ね、まあ、姿とかにする場合とかはやっぱりこの尾びれの綺麗さとかっていうのをいろいろと意識したりするんですけど、まあ、今回はね、作りということなので、このままバリバリってやっていきます。じゃあちょっと実際にやっていくんですけども、まあ、以前もね、僕動画でノドグロの動画でアップした通り、ちょっとね、ウロコすごい抜くの嫌なので、まあ、ちょっと袋の中でやらせていただきます。よいしょ。で、バラ引きをこう持ってね、鎌の部分とかも一緒にこう使っていきます。で、鯛のね、ヒレにやられるとすごい痛いので、なるべくこう短いところで持つとすぐこう綺麗にやられるので、綺麗にやられないぐらいの持つことがあります。こういう腹のところだとか、エラの下だとか、これ鱗が残りやすいところ、背びれとかすごい危ないんで、これに刺されると本当に大変です、大変です、痛いです。治りは治らないです。まあ、袋がない場合は水を流しながら、水のところで袋をかいてあげれば、なるべく袋が飛び散りづらい。はい、こんな感じでとりあえずひとまずバラ引きしまって、次水洗いしていきます。見てください、もう6個倍これはこのままもう。はい、そしたら一回鱗だけを洗い流して、でまたまな板に一回戻ります。で、包丁で細かい鱗、
はい、そしたらですね、水洗いしていきます。エラを外して、あんまりガッて行き過ぎちゃうと苦玉潰しちゃうんで気をつけてください。この緑色が苦玉です。これ絶対潰しちゃダメです。タイの方で、包丁でやってあげたら、ここまでが水洗いです。で、まあ、以前のどぐろで僕言った通り、ここで頭を落としてなし割りしていっちゃいます。まあ、例えば調理場でタイやっとけって言われた時に、釜下で釜どうしますかとか割っといてみたいな、そういう話ですよね。で、頭外して、で、頭は今言った通りなし割りしていくんですが、この前歯のこれですね、この部分、ここの間に入れていきます。絶対に親指をこっちに置かないこと、確実にこう置いて、口をパクッと開けたったら、まあこんな感じですかね。こういう風になるという話。さっき僕ここ外しちゃったんですけど、これもくっついたまんまで全然いいと思います。そしたら一回これ全部きれいに洗い流していきます。はい、じゃあこれからね、今水洗いしていくんですけれども、一回そのシンクに魚を入れて、その間に洗ったお魚を拭き取るタオルとまな板をもうきれいにして、置いた状態です。仕事はね、ちゃんと流れるようにしないといけないので、はい、それではやっていきます。まずじゃあ身の方から、胴体の方からいきます。この時もこの背びれに手やられないように、おしぼりとかを使ってやるといいですね。持ちを取ってあげて、はい、切れたですね。頭のお頭の部分、このざっくりと塩洗って外していきます。はい、そしたらですね、これから3枚におろしていくんですけれども、まずちゃんと血が拭いて、そしたら3枚おろしやっていきます。で、この時も以前にも言った通り、おろした後の鯛の置く場所、ここをちゃんと確保しておいてあげるということが大事ですね。仕事が流れるんですよ。まあ一緒に腹瀬制覇ですね。
この前会社傍聴これ僕言ってたんですけれども、もうあの本当に正直僕も慣れて、ね、毎日毎日ずっとガンガンやってる時とかってもう会社傍聴とか一切入れずにもう普通にここからガーって行っちゃうんですけど、あくまであのこの前もそうなんですけど、初めてタイを下ろしますっていう方のためになんかやってる感があるので、あえてその開始包丁とかを入れて、慣れてないときどこに包丁入れていいかわからないと思うんですよ。なのでこういうふうに刃先でね、ちょっとこう みたいな感じでやって、でその後骨に沿ってこのコリ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 っと音、この時もねあんまりこう行き過ぎるとここに刺さるんですよ、背びれに。腹も包丁入れすぎちゃうと反対側もに刺さっちゃうので、きちんときれいに、でまあこれで3枚しました感じですかね。で、次はこの腹骨書いていきます。このタイのねこういう中骨とかこうアラはすごく本当に味があって美味しいんで、まあ牛汁作ったりとかもそうですし、タイ茶作る時とかの返し作るの時にも僕は結構使ったりしてます。腹骨はプレーン側ですね、はい、で、柵取り、まだここには骨がついているので このぐらいまでかな、ここまでついてますね。で、包丁、片刃なんで包丁がこっちから行くんじゃなくて、こっちから髪、頭の方からここに包丁を入れてあげて、このギリギリの際のギリギリのところで包丁を入れていってみます。で、こう尻尾の方に行ったら、まあ、背伸み、腹伸みなんですけど、背伸みを多く取りたい場合はここまで行ったらこういう風に逃げていくと、こういう風にね、背の柵で、ここに縁側がついているのでこれは外します。なんかアラゴのヒレやるのと同じような要領で外します。それこそピシッと切る感じで、
まあ、包丁、あ、骨が残っているんですね。で、ここから、はい、ここは骨ですね。で、ここに骨残ってないかちゃんと確認して、残ってなければ OK。で、これも取っとく。で、今度はもう片方の方です。縁側も一緒に取っちゃう。骨を位置を確認して、こっちに骨ついてないか確認して OK。はい、大丈夫ですね。でそしたら一回これ全部おろし終わったので、まな板きれいに洗っていきます。はい、じゃあ次は、おろした魚をお作りにしていきます。ちなみにアラはこれ全部取っといてあってですね、これでお出汁を引いたりだとか、あ、先ほど申し上げた通り鯛茶にする時の漬けだれ、ごまだれの中の返しを作る時に使ったりだとか、まあ、それこそね、宮崎の郷土料理のああいう、冷や汁とか、作る時とかはもうこちらのアラを使って、やるということですね。まあ、もったいないので絶対取っときます。で、身の方は、まあ、こういうことですよね。で、3枚におろしてあります。で、これから皮を引いて、お作りにしてまいります。しっかり皮引いていきます。皮を下にして、そぎ切りにしていきます。プリップリンですよね。入れたら刃先三寸のところで止めて、エッジを返して立ててあげる。こっちから見るとこれ重ねっていうんですけど、プルンプルンで、これ食感があって美味しそうですね。そしたら重ね、真ん中よりややちょっと上気味に置いてあげるんですね。で、この皮目と切りつけた身を部分をお客様が見える方側に置いてあげて、真ん中よりややちょっと気持ち上ぐらい、手前に薬味がかかるね。で、これ鯛の引いた皮ですね。今これボイルした状態なんですけれども、で、氷水を落として、皮が美味しいですからね。
手前にあしらって、お塩美味しいんで、これ瀬戸の文字用なんですけれども、お塩を手前に少し添えてあげて、基本的に薬味って絶対右下とかっていう風な定説があるんですけれども、僕なんかそういった概念にいつもとらわれないような盛り付けをいつもしようと心がけていて、見た目がパッと見た時に、あ、素敵だなって思わせるかどうかが重要だと思っているので、ちょっとあえて実況こういう風にさせていただきました。今日のこういうプリプリしたタイプの作りの方が、まあ、僕は食感があって美味しいかなと思います。もしあれだったら少し湯引きにしてあげたり、湯しもにしてあげたりだとか、あ、塩をして余分な水分だけ抜いて、ちょこっとトロッという風な食感になった状態で、提供しても美味しいと思います。はい、じゃあちょっとそういうことで、はい、というわけでですね、本日は淡路の鯛のおろすところからお作りになるまでの動画というような形でやらせていただきました。どうでしたか？はい、見た目が美しいと思います。コメント、ほらコメント力って言われてんだからさ、お願いしますよまあまあ、本当に基礎基本なので、特に変わったこととかって別に僕は何もしてないんですけど、ただそのものに対する考え方だとか、器に対して盛り付けに対してだとか、その魚の手当ての仕方だとかっていうのは、その時のもちろん食材によって違うのかなっていうふうに思っていつもやっております。ね、ちょうど明石の鯛といっても、鯛も旬があってね、ちょうど今この春の、ね、桜鯛とか、10月11月ぐらいの紅葉鯛とかね、まあ、年に2回ぐらい旬がある。まあ、今この時期だと、まあ、今日のね、鯛は入ってなかったんですけど、鯛の白子入ってたりだとか、鯛の子が入ってたりだとか、去年のね、3周年か、石庭3周年の時には鯛のフルコースみたいな感じで、全てのお料理に、を召し上がっていただくと、鯛のアラから何から何まで全て、いただきましたというような感じのコースで、考えさせていただいたりとかね、そんなこともやっていました。まあまあ、ちょっとどうですか、リンダロ君。でも1ヶ月今ちょっと2週間ぐらいですか。そうです、僕も出てきて、でも実際にほら僕の動画を見て、凛太郎は入社を決めてくれて、まあ、僕のお店にご飯食べに来て、それからできるちょっと関さんのところで働かせてくださいみたいな話で、でも実際でも働いて1ヶ月ちょっとやってみてどうですか。そうですね、で、まあ、実際こうやってカウンター越しに、まあ、お客様に対して調理をするのはもちろん初めてのことなので、やっぱ一つ一つの動作ですとか、まあ、もちろん料理もそうですし盛り付けもそうですし、まあ、失礼のないようにするのもそうですけれども、その中でも、まあ、関さんの脇で働かせていただいているので、その見て真似ぶというところを、はい、コメント高くなったんじゃないの、どうなの。まあ、まあ、そこを今後やっぱり深めていけたらなとは思っております。いや、さっきもさ、僕言ってたでしょ、私たちの仕事って要するに人の口に入るものを作らせていただいている仕事なんですね。なので命を授かる仕事だと僕はいつも思っていて、なのできちんと綺麗な仕事が重要なんですね。まな板も道具ももちろん我々の白衣とかもそうなんですけど、手とかもそうなんですけど、やっぱりきちんと綺麗な状態で衛生的にどうなのかっていうところをね、すごく結構気にしたり、結構うるさいでしょ、そういうの。まあ多分僕の動画を見て、動画でしか知らない方は、まあまあこんな風な感じなんだろうなと思うんですけど、でも実際に調理場で一緒に働いてる仲間とかって、まあ凛太郎もそうだと思うんですけど、あ、ちょっと違うんだなって思ってもらうと思うんです。本当にね、きちっとしたことをね、これからも僕はなんかやっていこうと思っていて、やっぱり和食の文化を海外や世界に広めたいという思いがすごく強くて、まあ、以前もそういったお仕事ね、農水省からお話をもらってやらせていただいたこととかもあるんですけれども、やっぱりね、まあ、僕今35という年齢で28で独立させていただいて、まあ、今現在6店舗のオーナーシェフというような形でやっているんですけれども、やっぱりこう凛太郎みたいな若いスタッフがこれからバリ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 ね、しっかりとしたことをなんかこれからもつなぎ止めてほしいなと思ってやっております。まあはっきり言って楽じゃないですよ。もう大変な思いをして大きく変わって、しっかりとした仲間にね、それに育ってってほしいなと思って、まあ、それは料理人としてもそうですし、やっぱり一人間としてやっぱりこう男としてね、かっこいい、ね、人間になってもらいたいなと思っていつも言っております。ぜひ関という人間と一緒に仕事してみたいと思う方はね、メッセージいただければと思います。
ます。来年はね、また新しいことをちょっとやろうと思っているので、まあまあ、お料理を勉強しながら、会社の経営を勉強するみたいな、いうところも僕はやっぱり全てやっているので、なんか何かしらお伝えできるかなって、思います。まあでも今ね、ちゃんとリードローはきちっと、お料理をしっかり勉強してもらって、技術を高めて、考え方を変えて、まあ私のお店はいつもカウンターがメインなので、常にお客様に喜んでいただけるために、常にお客様に嫌われないためにはどうしたらいいか、というかそのあたりをね、考えてやっておりますので、ぜひ何かコメントをいただければと思います。それでは動画の方ご視聴ありがとうございました。